当てのない旅ガラス。秋太郎は同じ道を行く旅人と道連れになった。なお早手の善吉。向かう宿場には二つの勢力争いが絶えないという。助っ人料はまあ一両ってところだが、働きようによっちゃダーンと稼げるかもしれねえ。どちらも30人ほどのもんだが、問題は助っ人の数をどれぐらい集められるかってところだろうな。おめえさんはどちらの組にわらじを脱ぐつもりですかい？両方とも馴染みはねえんだよ。まあ喧嘩はなくっても、朝に旅立つわらじ船を弾んでくれる方がいいな。よし、山裾に一家を構えてる龍神組にしてみるか。どうだよ、おめえさんも。そして二人は少し山裾に入った龍神一家に神器を切り、一宿一飯の恩義を受けた。若い衆は緊張した動きで右往左往している。次の朝、二人は旅立つと玄関先での挨拶をする。すると若頭らしいのが苦口を噛みつぶしたような顔で二人をにらめつけていた。まあ急ぎ旅なら止めるわけにもいくめえが、こっちとらいつ何時に殴り込みがあるかもしれねえ状態だ。おもぎりも感じねえおめえさん方。ほれよ、わらじ船だ、拾っていきな。ポーンと紙包みを二人の足元に投げ捨てた。さっと顔色の変わる二人。あまりにも侮辱的な態度に思わず秋太郎はドスの塚に手をかけた。それをやんわりと抑えた早手の善吉。投げ銭を拾い懐に収めて土間を出る。ビンゴの短期はいけねえ。ここでドスを抜いても勝ち目はねえよ。あ、これはおめえさんのわらじ銭だ。う、中身は10文とか。あ、こりゃそば一杯食や終わりってところだな。こじきだって喜ばねえで。こじき扱いするにもほどがら、俺はやつ許せねえ。そりゃ俺だって同じよ。よし、敵対してる荒海一家へわらじを脱いで、デリになったら憂さ晴らしに奴らを叩きってやるじゃねえの。こうして二人は敵対する海岸に近い荒海一家に助っ人としてわらじを脱いだ。不穏な動きが続き、ついに4日目に荒海一家が殴り込みをかけた。不意打ちを食らった龍神一家はあっけなく白旗を上げてしまったのだ。意気揚々で引き上げる荒海一家の面々。その夜は朝までのどんちゃん騒ぎは続いたようだ。
後の胸の内のモヤモヤがスーッと晴れ渡った気分だぜ。それによう、スケットレもドーンと入る。そうそう、気持ちよく飲もうじゃねえの。次の朝、二人は土間でわらじを履き、貸元に礼の挨拶をした。気をつけて旅立ちなせ。あ、こりゃわらじ船だな。二人の足元にポーンと重みのある紙包みを投げた。二人は懐にしまい、街道へと向かった。はやての、どうもこの土地は銭を渡すな、手渡しじゃなくて投げ捨てるのが習慣らしいぜ。まあ十文のはした金なら腹も立とうというものの、どんと重みのある一両なら懐に収めりゃめっぽう暖かくなるってもんだぜ。はっはっはっは。二人は笑い飛ばしながら街道を北へと向かっていった。遠く山々の山頂には白い雲が待っていた。腕に覚えの秋太郎、ただじゃ引かねえメンツあら、ギリを絡めた喧嘩だった。バカな意地だな、わかんないしな。